福本秀美美術館をご覧の皆様、麻生太郎であります。本日は私の、好きな絵、そして好きな画家を紹介したいと思っている所存であります。私が好きな絵はね、ゴルゴ13 あれはいいよね。世界情勢をゴルゴ13で勉強していると言っても過言ではないわけでありますが、たまにね、あれどっちが現実でどっちが漫画の出来事だったかなって分からなくなっちまう時が。ってなことを申し上げておりますが、好きな画家紹介しようか。私とちょっと重なるとこがあるんで、この人ね、好きなのは、ゴッホ、帽子つながり。ゴッホってのは意外にね、奥深いのよ。麦わら帽子だけじゃない。こういった、なかなかおしゃれな帽子もかぶってた。こういうのも私もかぶってみてね。さらには、意外とダンディー。ほら。こんな自画像もあるんだね。いいね、このダークな感じ。ダンディーだね。ただ国民の皆さんね、ちょっとやつのことを勘違いしてるところがある。名前はフィンセント・ファン・ゴッホ。実はね、このフィンセントってのはこれは名前だけども、ファン・ゴッホのファンっていうのは、あれはミドルネームじゃないらしいのよ。だから彼の名字ってのはファン・ゴッホってつなげて言わなきゃいけねえらしい。だから海外の美術館なんか行ってゴッホの絵どれって言っても通用しねえから、ファン・ゴッホって言わないと通用しないわけよ。まだわからねえかな。ちょっと私で例えてみる。フィンセント・ファン・ゴッホ、私で言うとこの太郎がフィンセントね、っていうことはファン・ゴッホってのは麻生になるわけ。っていうとゴッホっていうと私のことをそうっていうみたいなもんなわけよ。ちょっと待ってくれよ。それは例えばあんたたちが国会見学に来て、あれ宋の席どこって言ったってそれは通用しないよね。あれ宋は大体どの辺いるのって言ってもそれは無理だよね、麻生だから。というわけでね、ゴッホってのは本当はファン・ゴッホって言わなきゃいけねえっていうのを下々の皆さんに紹介したわけでありますが、下々ってこれはちょっと失言だね。これ以上失言が出ないうちにこの辺でおいとましたいと思います。チャンネル登録よろしく。以上、麻生太郎でした。どうもありがとう。